どういうことだ。倉敷茜は、茜は、頭が割れそうだ。セブン、一体どうしたっていうの。わからねえ、わからねえが、とにかく頭が割れそうなほど痛むんだ。ノナリープロジェクトとは何だったのか知ってるとは思うが、もう一度だけ言っておこう。それはある現象を証明するための実験計画だった。その現象とは何か。Q と A が物理的な接点を持たずにコンタクトを取ること。携帯形成場仮説。人間には認知し得ないフィールドを介し、Q と A が情報の交換を行うことは可能かどうか。それを確かめるための実験計画だったんだ。具体的には、ギガントとネバダの模擬実験棟9棟の2カ所でそれは行われた。9棟はギガントの構造を完璧に模した施設で、そこに閉じ込められた9人は、建物の中に散りばめられた数々の謎を解き、その解放を形成場に書き込むことによって、ギガントにいる9人の兄弟に伝えるよう求められた。送信者は9頭に、受信者はギガントに。本来であればペアとなる兄弟は、それぞれ別々の場所に分かれて監禁されるはずだった。ところが、手違いがあった。茜は送信者。本当なら、9頭にいなければならないはずだったんだが。なぜか受信者である俺と同じ、ギガントの方に移送されてきたんだ。おそらくグループ A に入る予定だった誰かと間違われたんだろう。とにかく、その誰かと入れ替わりになって、茜はギガントの方に。さあ、ここまで言えばもうわかるだろう。順平、お前はもう薄々感づいてるはずだ。何を？とぼけんなよ。お前は決して知り得ないことを知っている。どうして一宮が相貌失認症だと分かった？なぜ一宮が久保田を殺害した動機や、虹崎の殺害方法について知っていた？一宮が本郷だと分かった時、お前は驚いたか？それから、ニルスを閉じ込めておいたあの棺。お前は一体どうやってあの棺を開けたんだ？それは。動くな。
立て。どうするつもりだ。俺はサンタクロース。あいつの願いを叶えてやるのさ。ダメだ、やっぱり開かない。閉じ込められたってことみたいだね。サンタの野郎、一体何を企んでやがるんだ。まさか。まさか、なんだよ。この状況から考えて、これからサンタが行うことは一つしかないだろう。ちょっとやめてよ。冗談でしょ。順平、手帳とペン貸してもらえる？おい、何やってんだよ、奴は！貸せ！そんな。これ以外の組み合わせはねえっていうのか。いいわよ、行きなさい。岩代、そんなことできるわけねえだろ。あら、意外ね。厄介払いができて清々するんじゃないの。バヤラ。お前がいないと、お前がいないとな。困る？あ、そうだ。おめえみてえな悪い奴がいねえと、俺の商売は成り立たねえからな。え？とにかく、お前を置き去りにするわけにはいかねえんだよ。セブン。もちろん、俺も反対だ。私も。僕もだ。バカな連中ね、まったく。ただどっちにしろ
扉は開かないんじゃないかな。4人で認証したとしても。え？どうして？一宮のことを思い出してくれ。僕は目が見えないけれど、あの時一宮がレッドにしがみついて何をしていたのかぐらいはわかる。あ、そういえば。そんなバカな、どうして。私と社と久保田のバングル、数字婚は間違いなく9になるはずだ。なのになぜなんだ、どうして開かない。一応試すだけでもしておいた方がいいんじゃないかな。試す。そう、試すんだ。本当だ、開かねえな。9年前には確かに開いたはずなんだけどね。数字婚が9になれば。何か設定が変えられてるってことか。かもしれないね。こっちだ。ほら、早くしろ。みんな、ちょっと来てくれ。僕には妹がいる。とても大切な妹だ。今は9棟の方に連れ去られて、一生懸命僕に情報を伝えようとしている。その妹の名は、四つ葉。今日は彼女の9回目の誕生日なんだ。このクローバーは誕生日プレゼントとして妹に贈ろうと思っていたものだ。ここに拉致されてくる前、近所の原っぱに行って摘んできたんだ。みんなも知っていると思うけど、僕は目が見えない。これを9本も探すのはかなり骨が折れたよ。その思いが少しでも伝わってくれればと思って頑張って集めたんだ。9つになる四つ葉のために9本の四つ葉のクローバーをね。
みんなにも離れ離れになった兄弟がいるだろう。どうかその兄弟のことを思い出してほしい。彼らのためにも僕らは絶対に生きてこの船を脱出しなきゃならないんだ。わかるね。そのためにやらなければならないことは三つある。仲間を信じ、愛し、希望を抱き続けることだ。みんながこの三つを守ってくれるなら、必ず幸運が訪れるだろう。希望、信頼、愛、幸運。実はこの四つの言葉は四つ葉のクローバーのリーフワードなんだ。葉っぱの一枚一枚に意味が込められていてね。それが今教えた言葉なんだよ。さあ、分かったらこれを受け取ってほしい。誓いの証として。どうか忘れないでほしい。それを持っている限り僕らは永遠に仲間だってこと。いいね。今のアナウンスは焼却の開始を告げるもので、だから助けて。安心しろ、敵じゃねえ、刑事だよ。お前ら助けに来たんだ。
いや、よく戻ってきたね。さ、一緒に行こう。実験の続きをするんだ。さあ、来るんじゃ。ジタバタするな、言うことを聞け。お兄ちゃん、お兄ちゃん、助けて。あかね、あかね、お兄ちゃん、やっぱり始まったな。サンタが自動焼却システムを作動させたんだね。ち、9年も経ってまた同じアナウンスを聞くことになるとはな。はあ、なんなのよ、なんなのよ、あんたたち。さっきから9年前だの、実験だの、わけのわからないことばっかり言ってん。すまん、ヤシロ。とてもじゃないが、今は説明なんてしてる場合じゃない。無事にここから脱出することができたら、その時に教えてやるよ。でも、Is narration will start in 17 minutes. 聞こえたでしょ？それとも、なんて言ってたのかわからなかった？バカにしないでよ！今ぐらいの英語ならわかるわ！だったら、もうわかったわ。それじゃあもう聞かないわよ。さっきの話は後回しにしてあげる。だからその代わり、
セブン、なんとかしなさいよ。はあ？なんで俺なんだよ。いいから早く焼却システムを止めて。どうやって？どっかに緊急停止ボタンみたいなやつがあるはずよ。ないよ、そんなもの。なんて知ってんのよ。9年前に調べたからだよ。なんだよ、あれ。なんなの、あれ。This narration will start in 15 minutes. ちょっとどきなさいよ。主電源は入ってるみたいね。でもモニターには何も表示されてないと。弱ったわね。何も映ってないんじゃ手の打ちようが。何？なんだ？パズルみたいね。もしかしてこのパズルを解けば焼却システムが止まる、そういうことかもしれないわね。13 minutes.